刻んだような麗な麗横顔、恐ろしく表情的な目とグミのような赤い唇がなかったらこの女はどんなに高貴に見えたことでしょうラウに結んだ支店炉のキセル袋までがこの女の肥俗さと高貴さと訳のわからぬ趣味の工作を強調しております狭い6号は まもなく向こう岸になって船はドンと突き当たりましたあれ女はいきなりよろけるはずみに八五郎の首っ玉にかじりついたのですはっ骨八五郎は危うく立ち直りました熟れた果物のような大きい福幾たる大戸島を首っ玉にぶら下げてしばらくは看板の長いあごが ふふらりふらりりと宙を泳ぎますごめんくださいとんだ粗相をいたしました女はようやく実は残り惜しそうにガラッパチの首っ玉から離れると首相らしく小腰をかがめるのでしたどういたしまして姉さんと一緒に川へ落っこっちまえば本望みてえなもんであらご冗談を。女は大きく 存分にに表情的に手を振りましたさあ降りたり降りたり船の中はもう空っぽだぜよさごとは本部隊で願いたいね船頭は大きな声でたしなめて無遠慮な竿を岸に突っ張りますみっともねえお蜂船頭衆まで笑ってるじゃねえか銭形平次は岸へ上がった八五郎にそっとささやきました妻を治した女が 少し遅れて後からちょこちょこと追いつきますとんだお世話になりましたつい連れに遅れまして気が気じゃなかったもので女はまだ絡みついてくるのでした姉さんの連れというのは先へ行ってしまいました江戸を出るともうこうなんですもの道中へ女一人を放り出してどうするつもりでしょう縁ずる眉が心持ち潜んで美しい目は。 笑っています『姉さんのようなきれいな人ならいくらでも連れができるよ足のようなもんでもよかったら大阪へでもお供するぜ』ガラッパチの八五郎はもう血を出してしまいましたあら嬉しいわね大阪なんて遠いことを言わずに本当にその気なら川崎か神奈川でも初帯が持てるじゃありませんかへっ <laughs> たまらねえことを言うぜい姉さん 二人の掛け合い話は真昼の天道様に照らされて恐れ気もなく街道筋へと発展していきます銭形平次はいつの間にやら二人を見捨てて二三丁先を歩いておりました先へ行く金屋と玉屋の同勢を見失いたくなかったのと不思議な女が絡みついてくるのは何か理由がなくてはならないと思ったので しばらくその駆け引きを調子のバカバカしい八五郎に任せてこの先の発展を見ていようと思ったのです親方親分旦那ちょいと兄さんなんでなんて言えばいいのお前さん川崎田んぼを背景にこの道行きはバカバカしくものどかでしたこっちの人なんざ悪くねえな女の 追いつくのを待って時々足をよどませると親分平治との距離は次第に遠くなるばかりしかし八五郎はこの上もなく幸福そうでした「なのって冗談よですに合うもなんとやら言うじゃありませんか」女ははあはあ息を切らしながらともすれば八五郎の肩にしなだれかかりそうになります「人の名を聞くなら」 自分のの方から名乗るのが情報だとっさの間にいい加減な名を思い浮かべなかった八五郎はこんなことを言ってごまかしますあら悪かったね私はもの町の師匠と言ってもたかが女子供に手踊りを教えている歌というものなのお歌の歌歌沢の歌歌枕の歌 <laughs> 花歌の歌 まあ、なんという悪い口でしょう勘弁しねえつい口が滑ったんだえー、許してあげるわでも干の町の歌といえば自慢じゃないが嫉妬が聞こえているはずよちょいっと西さんいい女じゃなくってこんなことをつけつけと言ってのけてかわいらしく首をかしげてみせる女だったのですそうか 干物町のおうたというのは姉さんだったのか本人が言うんだから間違えはねえ全くおめえさんはいい女だよところで兄さんの名乗る番よ神田向こう柳原でちっとも人には知られちゃいねえが俺はっとんと言ったものかな自分の名を忘れる人はないでしょ連れの人は八八と呼んでいたよねそうそう 八と言うんだ八兵衛というのが俺の名さいう野暮だな名ね名前は野暮だが本人はこの通り異議だぜ <laughs> お前さんはそれでいいとしてあのお連れは何という名前なのうん俺が。かちょいっといい男ねどこの何という人でしょう女はようやく本音を吐いたのですあれはおめえヘ太郎という人だよ 湯島の荒物屋の主人でねまあそれにしちゃ肌合いが生きじゃありませんか荒物屋だってこんにゃく屋だって粋な人は粋だよそれにあの人は知恵の方は手薄だが金はうんと持っているお前さんは俺はそれとあべこべで金の方は心細えが知恵ははち切れるほど持っているよまあ頼もしいわねお言葉中だが 頼もしいのはどっちだいそりゃお金をうんと持っている方よ <laughs> ところでお前さんの商売はやっぱりこんにゃく屋かなんかでしょ冗談だろこう見えてもぐんとシャルた商売だあのあたりなら古見屋でしょいやもっと小ぎれえなそれじゃあ鍋ひかけラウのすげ替え二チそばあおいおいいい加減にしねえか 今は何を隠す俺の庄兵衛というのは大人を占いバーにしちゃいけねえお歌の調子はいかにも滑らかに運びますだって海中にエ地区が突っ張っているじゃありませんか八五郎の海中にちょいっ触るとお歌はクククッと忍び笑いをするのですこらおめえ道中たしなみの扇だよまあお前さん踊りもやるの 頼もしいわね。そんな寸法の大きい恩義は踊りでもなきゃ使い物にならないでしょうねこの掛け合いは完全に八五郎の負けですバカにしちゃいけねえ八五郎はしかしそれを負けと意識しないほどのんびりしておりましたアジへ不意に声をかけたのは物陰に休んでいた平治でした何をからかわれているんだ あの町の姉さんなら身分を隠すだけ野暮だぜその長えあごを削るわけにもいくめええねえ太田さんあっしは平治さ平太郎だの平兵衛だのってやあな名前であってたまるもんのかそれからこの野郎は八五郎平治は我慢がなりかねたらしくこう威勢よくそこを割って見せるのでしたまあガラッパチの親分 嬉しいわね。八兵衛なんかでなくって本当によかったわねおうたは面白そうに笑っておりますへっ <laughs> バーにしやがらいやもう八五郎のしょげまいことかところでそんな細工までして俺たちに誓えるきっかけをこじられたのはどういうわけだ気まぐれや冗談じゃ済むめえと思うが平次は少し開き直りました人が聞いていますよやぶんえっ お力を借りたいと思いましたが名乗ることも話しかけることもできないほど大勢の目と耳が私を取り巻いていました仕方がないから私はあんな冗談にして大勢の見る目かぐ花を追い散らしましたそんなことにかけては八五郎親分は本当に結構な相方で八五郎は黙ってそっぽを向きます恐ろしくくすぐったい様子でしたえ 頼みてえというのは平次は短平宮に問い寄ります神奈川で休んだ金谷と玉谷の行列が戸塚の方へ動き出しそうにしているのが遠目にもよく見えるのでした金谷の同勢と一緒に来た浪人友部健三あの懐にある書面が欲しいのです何<に>銭形平次もさすがにぎょっとしましたその書面は 私の父親の形見よくは分かりませんが何万両の小金にも代えがたい世にも珍しい宝だと聞いておりますそれがうっかりその書面のことを自慢話にしたのが間違いでした五六日前の晩あの人がやってきてしたたか酒に酔っていると見せかけ私の隙を狙って神棚から持って行ったに違いありません確かな証拠はねえのか あの人が来る前まであった品があの人が帰った時紛失していったとしましたらなるほど一とりの理屈はあるがそれだけじゃお知らせの証拠にはならねえですから私はあのお嬢さんに頼んで金谷の神方見物の仲間に入れてもらい無理な都合をして江戸へ立ってきました品川を出外れて親分さん方のお顔を見た時はどんなにまあ しおうたは地味な事務的な調子になって一生懸命平治にすがるのでしたその書面には一体どんなことが書いてあるんだもう少し詳しく話しちゃおくれめえか平治は足を止めて静かに問いました申し上げましょうおうたはたりを見回します八えっただけで八五郎は 心得て見張りの部署に着きます。平治とお唄とは心持ち街道を避けて杉並木の土手の陰に秋草を敷いてともかくも座を作りました「驚いてはいけませんよ親分私は八王子三万億の城主で日本六十四州金山の司大久保石見の神の子孫にあたると言ったらどうでしょう」形平時も、 これには少しばかりどぎ毛を抜かれました。綺麗で才気ばしっておりますが、たかが娘子供に手踊りを教えて細ボソとよすぎぼしているこの女がそんなス状を包むとは誰が想像するものでしょう。